砂漠に生きる男、富永直樹5月18日から2006年4月11日は、日本の彫刻家、山陽電機の工業デザイナー。長崎県長崎市生まれ。彫刻家東京美術、学校彫刻家創造部主席卒業。同校では、北村聖望、朝倉文夫、竹畑タイムが教弁をとっており、特に北村聖望に支持した。 在学中の1936年に、日展の前身、文展に、F コの首にて初入選して、以来、日展を主な舞台に活躍した。1950年から1952年にかけ、3年連続で、日展の特選を受賞。同研究科卒業。1972年日本芸術印象受賞。その実績を認められ、1974年日本。 芸術委員会員に任命。1983年地の下手品にアトリエを構え、以降は東京と立品を制作拠点とした。1984年に文化功労者、君三当随法賞受賞。1989年に文化勲章受賞。1990年長崎名誉県民憲章。日天理事、理事長を歴任。その後、 日展顧問となる。1997年、新宿区名翼民。代表作品として、文部大臣賞を受賞した、平和の叫び、トーマス・ブレイク・グラバーの像などがある。また、現在突般フォームズ株式会社のエントランスには、青春の参加が置かれている。ジェームス・ヤマに、山陽電機の創業者、イウェトシオトコの住居跡地に建てられた、記念館、イウ記念館のロビーには、 富永作のゆえとし男像が設置されている。諏訪市博物館入り口に美しき広場像が設置されている。2008年長男、富永良太から僕らの遊び場が千の市美術館に寄贈され、富永直樹の友人、水引秀夫からエーパエアン工業デザイナーまた山陽電機に在籍し、インダストリアルデザインの祖としても活躍し、電話4号機の衣装を手掛けたほか、 日本初のカラー電話、家具調テレビ、ヒット商品となった、プラスチックラジオ SS-52 などのデザイン、産業界のデザイン的基盤形成にも貢献をなした。ありがとうございます。